今回は無職転生の主人公ルーデウスの人生を転生後から死亡時までにかけて解説していきます。交流歴407年、ルーデウスは現実世界で死亡した前世の男から異世界に転生する形で、グレイラット家のパウロとゼニスの第一子として誕生します。彼が転生した異世界は六面世界と人の世界と呼ばれ、現実世界とは完全に違う剣と魔法の世界でした。六面世界に転生してから約半年後、コモリースから転倒したルーデウスにゼニスがヒーリングを使用。ルーデウスは自分が転生した世界に魔法が存在することに気づいたのです。ちなみに交流歴400年、ルーデウスが誕生する7年前に、この物語の最初の大転換点、フィットア領転移事件の原因となる時空の裂け目が、後に彼が家庭教師として赴くロアの町の上空に出現しています。交流歴408年、ルーデウスは1歳からハイハイでグレイラット家の中をそこら中うろうろしており、赤子とは思えない行動範囲で周囲の大人をやきもきさせます。またこの時のルーデウスですが、中身が元34歳のおっさんなので、赤ん坊の立場を悪用してゼニスのパンティをかぶってニヤついたりします。ちなみに次女のリーレはこのルーデウスの仕草が、昔仕えた王宮の変態小太り大臣が浮かべる笑顔とよく似ていたことで激しい嫌悪感を抱きます。さらにリーレはこの時、子供とは思えない笑みを浮かべるルーデウスが呪われているか悪魔に取り憑かれていると勘違いしていました。この頃ルーデウスは自宅内にある本をほぼ独学で読み始め、自力で文字を覚えます。ちなみにこの世界には6種類の言語があり、全て私たちが普段話している日本語とは違います。この世界に転生したルーデウスは、よくある異世界転生もののように異世界言語が全て理解できるような転生チート能力はありません。このため言葉は普通に学習して覚える必要があったのです。この時ルーデウスが覚えたのは、中央大陸で主に使われている人間語でした。また彼は自宅で魔術教本を見つけ、魔術への興味を抱き始めます。交流歴409年、2歳になると自分で立って歩けるようになり、魔術教本をもとに自分の力で魔術を使い始めます。この世界での魔術は魔力を使って様々な現象を起こす技術として捉えられており、さほど特別なものではありません。簡単な魔術は練習すれば誰でも使えるようになります。魔術を発動させる方法は詠唱、無詠唱、魔法陣の3つがあり、その中でも詠唱を伴って魔術を使うのが一般的です。ルーデウスは最初、魔術教本に書かれた詠唱を読み上げ、水玉を生み出す魔法ウォーターボールを発動。初の魔術成功に喜びますが、彼はさらにゲームオタクだった頃の研究心を発揮します。最初の魔術発動の際に体中を巡った魔力の流れを思い出し、再現するというイメージトレーニングを開始。そうしているうちに無詠唱での魔術発動に成功します。この世界では詠唱を使うことで魔術が自動的に発動されるため、魔術発動は必ず詠唱が必要ということが常識でした。しかしルーデウスはこの常識に縛られていないため、詠唱なしでの魔術の発動無詠唱魔術に成功したのです。またこの時ルーデウスは魔力総量を増やせるということを発見します。この世界では魔力総量は生まれた時から変わらないというのが常識でした。しかしルーデウスは魔術を使って自分が生み出す水玉の数が日々増えていくことで、魔力総量が増えていることに気づいたのです。無詠唱魔術も魔力総量の増加も、この世界の常識を覆すような発見でした。交流歴410年、3歳になったルーデウスは中級の水属性魔法を1人で成功させます。魔術は難易度に応じてランク分けがされており、低いランクから初級、中級、上級、正級、王級、低級、新級の順です。得意系統の魔術が上級になると一人前の魔術師と評価されます。この時発動した魔術が強力で家を破壊してしまいますが、これを見た母ゼニスがルーデウスの才能に期待し、家庭教師を雇うことになります。この時家庭教師としてやってきたのが水星級魔術師のロキシーでした。ちなみにこの時ロキシーの年齢は37歳。ルーデウスとはかなり年齢差があるように思えますが、彼は前世の34年間分の記憶を保持しています。つまり精神年齢的にはルーデウスとロキシーは同い年とも言えるでしょう。またこの時本格的な魔術の修行を受け始めると同時に、パウロから剣術も習い始めることになりました。交流歴412年、5歳になったルーデウスは最終試験をクリアしたことで、ロキシーから水星級の実力と認められます。この世界では聖級魔術師1人は1000人の兵士に匹敵します。聖級の魔術が使える人はいわゆる達人と呼ばれる存在のようです。またこの最終試験でルーデウスはロキシーに連れられて初めて家の敷地の外に出ます。実は彼は転生前に引きこもりだったトラウマが治っておらず、生まれてから一度も家の外に出ていませんでした。そのトラウマをロキシーのおかげで克服することができたのです。そしてロキシーはルーデウスの教育が終了したことでグレイラット家を去ります。ロキシーが去った後、ルーデウスには新しい出会いが訪れます。ある日彼は村の中で獣人の血が混じった母とハーフエルフの父を持つ少女シルフィエットと出会います。彼女を村の子供たちのいじめから助けたことで2人は友達同士に。そしてルーデウスは彼女に魔術を教え始めます。ただこの時シルフィエットの髪が短かったこととズボンを履いていたことからリューデウスは彼女を男の子だと勘違いしていました。交流歴413年6歳に成長した時シルフィエットがリューデウスの見よう見まねで無影響魔術を使えるようにリューデウスはこれに喜びますが天気の悪化を見逃し2人は雨に濡れてしまいます。そして濡れてしまったシルフィエットを家に招待することにここで服を着替えさせるため嫌がるシルフィエットを無理やり裸にします。シルフィエットの裸の姿を見てリューデウスは初めて彼女が女の子だったことを知ったのです。またこの年デニスとリーダが妊娠します。しかし実はリーダの方はパウロとの浮気でできた子供でした。この件でゼニスはパウロと離婚するかというほど喧嘩します。気まずい空気の中リューデウスがゼニスをうまく説得することで事態を収拾。リューデウスは以前ロキシーのパンツをご神体としていたことをリーレにバレていたのですがこれを見逃してくれたリーレに恩義を感じておりなんとか彼女を救いたいと考えていたのです。その後ゼニスからはノルンリーレからはアイシャという女の子が同じ日に生まれました。交流歴414年7歳になったリューデウスに1つ目の大きな転機が訪れます。シルフィーと親密になりすぎお互いへの依存が成長を阻害しかねないことをそれぞれの父親が危惧。リューデウスはパウロによってボレアス家に強制送還されました。この時にリューデウスを連れて行った女剣士ギレーヌはもともと黒狼の牙という冒険者パーティーの一人でパウロやゼニスと共に戦ってきた仲間でした。パウロは信頼できる彼女にリューデウスのことを託したのです。ボレアス家で待ち受けていたのは暴れん坊令嬢のエリス。挨拶をするリューデウスに対し彼女は年下のくせに生意気だといきなりの平手打ち。リューデウスも負けじと平手打ちを返しますが100倍返しで顔面を殴られる始末。リューデウスはとんでもない暴れ馬の家庭教師を任されたと痛感しました。交流歴415年リューデウスは8歳になりギレーヌから剣術と獣神語を教わります。ちなみに獣神語は獣族エルフドワーフホビットなどが使用しています。獣神語は他の言語と比べて文字数が少なく難解な言い回しも存在しないので習得が容易なようです。交流歴416年リューデウスは9歳になりロキシーから送られてきた時点で魔人語を習得します。ロキシーは魔大陸出身なので魔人語を習得しておりこの言語の習得に悩んでいたリューデウスのためわざわざ自分で編集した辞典をリューデウスに送ったのです。ロキシーの優しさと辞典まで編纂する真面目さが垣間見えますね。ちなみになんとアニメ版では魔人語は実際に使われており声優さんが魔人語で会話します。アニメで使用された際はズールー語をもとに発音などが作られていると言われています。交流歴417年10歳の誕生日を迎えた翌日に2つ目の大きな転機であるピットア領転移事件が発生します。多くの人々がどこへともなく世界中に転移させられてしまいリューデウスとエリスは魔大陸へそしてブエナ村で暮らし続けるシルフィーやパウロたちグレーラット一家もそれぞれチリジリになってしまいました。魔大陸へ転移したリューデウスは人神からの助言でスペルド族の戦士であるルイジェルドと出会います。そしてエリスと一緒にピットア領への帰還を目指す長い旅を開始。またこの旅の中でリューデウスはスペルド族の評判を回復するため3人で冒険者パーティーレッドエンドを結成します。交流歴418年魔大陸での旅を続ける中11歳になったリューデウスは魔界大帝キシリカと出会い予見眼を授けられます。この世界では特殊な能力を持つ目のことを魔眼と呼びます。キシリカは12種類もの魔眼を所有しており現在はそのうち6種類を他人に与えることができます。こうしてリューデウスはちょっと先の未来が見える予見眼でパワーアップを果たしました。その後捕らえられていた聖獣を助け元パウロの仲間だったギースを一時的にデッドエンドに加えます。旅の途中に訪れたミリス新聖国でリューデウスはパウロと再会。感動の再会を期待していましたが2人の再会は全く逆の形に。自分の家族まで転移していたことを知らなかったリューデウスと自分のメッセージを見つけ息子も創作に繰り出していると期待していたパウロはお互いの食い違いが原因で大喧嘩をしてしまいます。この時ギースのフォローで仲直りはできましたがパウロをボコボコに殴るリューデウスを妹のノルンが目撃してしまいます。ノルンにとってはこれが物心ついてから初めてリューデウスに出会う場面。この衝撃のシーンは幼かったノルンの心に深い傷を残してしまいました。その後リューデウスたちはパウロやノルンギースと別れて再び3人でフィットア領を目指します。交流歴419年12歳の時点でたどり着いたシーローン王国で第一王子パックスに監禁されていたリーレやアイシャと再会します。またこの時リューデウスは第3王子ザノバとも出会います。ザノバはリューデウスが過去に作成したロキシーの土人形フィギュアに浸水していました。このためこの制作者がリューデウスだと分かると感動して彼を師匠と呼ぶようになったのです。ちなみにこのロキシー人形は作中のものをそのまま再現したフィギュアが売っていますので興味がある方はぜひお買い求めください。リーレやアイシャと別れた後アスラ王国を目指すリューデウスたちはその途中の石竜山脈に向かいます。ここで出会ったのが竜神オルステッド。オルステッドは6面世界で最高の戦闘力を持つとされ7大列強の2位で竜神の称号を持っています。1位の擬神ラプラスが行方不明なため実質的に作中で最強の存在。また人の世界に現存する全ての技と術を神級以上で使用可能な超チートキャラです。また彼にはこの世界のあらゆる生物から嫌悪か恐怖される呪いがかけられています。このためオルステッドを目撃した時からルイジェルドもエリスも怯えていました。しかしオルステッドの呪いは異世界からの転生者には効果がありません。このためオルステッドに対する恐怖を感じないルーデウスはつい彼を呼び止めてしまいます。そしてルーデウスが夢に人神が出てくることを話した瞬間、ルーデウスはオルステッドに胸を貫かれます。オルステッドはルーデウスの言葉で彼を人神の手先として認識し殺そうとしたのです。一度は死の淵に落とされたルーデウスでしたが、オルステッドと共に冒険する仮面の少女七星からの進言で九死に一生を得ます。交流歴420年、13歳となったルーデウスはルイジェルドとも別れ、エリスと2人でフィットア領に帰還を果たします。ここでギレーヌやオルフォンスと再会し、彼女たちからエリスの両親や祖父サウロスの死亡を確認。この時のギレーヌたちの態度はエリスには以前と違って距離を置いたように感じられます。家族の喪失や周囲の態度の変化にエリスは世界に味方はルーデウスしかいないと焦りを覚えます。そしてルーデウスと離れたくないと考え彼を誘惑することに。その晩ルーデウスはエリスと初体験を迎えますが、ルーデウスに自分が釣り合わないと思い込んだエリスは翌朝には剣術修行のためギレーヌと共に無言で旅立ってしまいます。一方エリスの行動をルーデウスはエリスから見放されたと誤解してひどく落胆しました。エリスに愛想をつかされたと諦めたルーデウスはゼニスを捜索するという目的を再認識し、再び冒険者として一人で旅立ちました。ちなみにアニメ1期ではここまでのストーリーが描かれています。交流歴421年、14歳になったルーデウスは中央大陸北方大地で冒険者として活動します。そしてさまざまなパーティーに一人で参加し、泥沼の2つ名で知られることに。こうした中でルーデウスは B ランクの冒険者パーティーカウンターアローと出会うことになります。ある日パーティーメンバーのサラの窮地を救ったことで彼女から好意を持たれ始めます。サラはもともとルーデウスに冷たかったのですが、彼に救われてからは一気に距離を縮めてくることに。酒の席でルーデウスの隣に座り彼に猛アタック。新しいナイフを買うという口実でルーデウスをデートに誘います。初めてのデートの夜、いい雰囲気になった2人はベッドイン直前まで行くのですが、ここで予期せぬ出来事が発生。なんとルーデウスは以前のエリスとの経験がトラウマになり ED になっていたのです。ルーデウスが勃起しないことでサラは彼が自分に興味を持っていないと考え、最悪とつぶやき部屋を出ていきます。失意のどん底に落とされたルーデウスは S 級冒険者のゾルダートに相談。ゾルダートはプロなら治せるかもしれないと彼を夜の街に連れて行きました。しかしプロの娼婦の技でもルーデウスの病気は治せません。朝までやけ酒を飲んでいたルーデウスは酔った弾みの不用意な一言でサラの決定的な誤解を招き、強烈な平手打ちを食らいます。そして彼女の誤解も解けぬままルーデウスはゾルダートのパーティーと共に街を去ったのでした。交流歴422年、ルーデウスは15歳になり、ここから学園編と呼ばれるストーリーが始まります。この学園編は3つ目の転機とも言えます。ルーデウスはパウロ、ロキシーのそれぞれと冒険していた経験がある女性のエリナ・リーゼと出会い、彼女からゼニスの居場所を教えられます。彼はラノア魔法大学から来た教頭ジーナスからの誘いやエリナ・リーゼからのアドバイスでラノア魔法大学へ入学する道を選びました。大学内で学園生活を送る中、リニア、プルセナやクリフ、魔王バーディーガーディと出会い再会したザノバ、そしてエリナ・リーゼともいい友人関係を築いていきます。さらにオルステッドと冒険していた七星とも再び出会い、彼女が現実世界からの転移者であることを確認。そして学業と並行しながら七星を現実世界へ帰還させるための研究も手伝い始めます。さらに同じ大学内ではアリエル王女との出会いやグレイラット家出身のルークと彼女の護衛として働くシルフィーと再会します。しかしこの時のシルフィーは転移事件の際に白髪になっていました。さらにゴーグルで顔を隠しフィッツという偽名で編入していたためルーデウスは気づきません。そのため先輩と呼びながら徐々にシルフィーであるフィッツへの思いを募らせるようになっていきます。交流歴423年、16歳の時期に大きな転機を迎えます。アリエル王女の企みでルーデウスとシルフィーはとある冬山に赴くことに。2人はブエナ村で出会った時と同じようなことを追体験します。そしてルーデウスはフィッツの正体がシルフィーであることに気づきました。そしてシルフィーへの思いを確かにしたルーデウスは彼女に告白しました。思い人と結ばれたシルフィーはルーデウスが ED を克服できるようにアリエルやルークに相談します。2人のサポートを受け彼女は全力でルーデウスを誘惑。シルフィーの努力のおかげでルーデウスは ED を克服でき、彼女と結婚することができました。前世ではできなかった結婚を転生後かつまだ16歳という若さで実現してしまったわけですが、それも転生後からの努力の賜物でしょう。結婚後のルーデウスはシャリーア地方に購入した家でシルフィーと一緒に住み始めます。そこでルイジェルドに連れられたノルンやアイシャと再会。2人との接し方にルーデウスはいろいろと悩むことになりました。まずノルンは魔法大学に入学することを希望し入寮。そしてアイシャはルーデウスのメイドとして一緒に住むことになりました。そんな中、ラノア魔法大学でノルンが引きこもりに。ノルンの引きこもり事件を経てルーデウスはギクシャクしていた彼女との関係を和解します。ちなみにルーデウスが購入した家はもともと幽霊屋敷と言われていました。この屋敷を購入する際、屋敷内にいた人形を倒し、この人形をきっかけにザノバが自動人形の研究を始めることになったのです。シルフィーやアイシャを交えた生活も落ち着き始める中、ギースからゼニス救出困難、救援を求むとの手紙が届きます。ルーデウスは悩みましたが、シルフィーやノルンの後押しもあり、エリナ・リーゼと共にベガリット大陸への救援を決意。大陸に到着した後、パウロやロキシーたちより遅れる形で天意の迷宮に潜入し、彼らと共に戦います。その迷宮の守護者であるマナタイとヒドラとの激闘の末、なんとかゼニスを救い出します。しかしその戦いの中でルーデウスをかばったパウロが死亡。さらに救い出したゼニスも廃人化して、まともに話すことすら困難な状態でした。父親との死別と母親の廃人化というあまりにも残酷なダブルパンチで、ルーデウスは失意のどん底にまで落とされます。しかしそんな彼をロキシーが支え、体の関係を持つことにエリナ・リーゼの後押しもあり、ロキシーを2人目の妻として迎えることになります。この年のルーデウスは悲しい出来事もありましたが、その反面思いがけないスピード婚で憧れのロキシーを2人目の妻に迎えました。さらにシルフィーとの第一子ルーシーも誕生するなど、少し幸せなひとときを過ごせたのが救いでしょう。交流歴424年、17歳でロキシーの認定試験を受け、水曜級魔術師となります。魔術師が級を名乗るにはその階級の魔術が使えることが必要です。ルーデウスは魔法大学入学時点で攻撃魔術の威力は低級レベルでした。王級以上は使える人に教わるか本を見つけるかしか習得する方法がありません。しかし彼には王級低級魔術を使える人が周りにいなかったので、ロキシーに水王級魔術を教わるまで肩書きは水星級のままだったのです。ちなみにこの時教わったのはライトニングという魔法。ロキシーでも5回に1回程度の成功率でしたが、ルーデウスは1回で成功させ、ロキシーに少し悔しがられます。なお一緒に教わったシルフィーは使えるようになれませんでした。またこの年にクリフとエリナ・リーゼが結婚。ルーデウスは結婚式ではしゃぐノルンとアイシャを見て、彼女たちの誕生日パーティーを開いていなかったことを思い出します。無色転生の世界では5歳10歳15歳の誕生日で大規模なパーティーを開催し、盛大に祝うのが貴族の風習。ノルンとアイシャはすでに11歳になっていましたが、ルーデウスはそこにはこだわらず、家族とサプライズでの2人の10歳の誕生日パーティーを行います。パーティーは大成功し、少し遅れて家族になったロキシーも含めてルーデウス一家はますます仲良しになりました。交流歴425年、18歳に成長した頃、七星との召喚術の共同研究もかなり進みます。失敗も何度か経験しましたが、この頃には元の世界から種なしスイカを召喚することを成功させていました。研究をさらに進めるため、七星はとある人物に会いに行くと言い出します。その人物とは交流王ペルギウス・ドーラ、竜神に次ぐ力を持つ五竜将の一人で、召喚魔術の権威です。ペルギウスは400年前に魔人ラプラスを封印した三英雄の一人でもありました。また彼はこの世界で唯一空を飛ぶ乗り物である空中城塞ケイオスブレーカーに住んでいて、魔人ラプラスを復活直後に倒すため世界中を監視しています。アニメ1期でも少し出てきていましたね。彼は実は七星の召喚術の師匠ともいえる存在。召喚魔術と結界魔術は神級で、他の魔術もおおむね聖級までは使用できるすごい人物です。この時ルーデウスは七星から、ベルギウスは長い時間を生きており廃人化したゼニスを治療する手段を知っている可能性があると聞かされます。母ゼニスの記憶喪失が治るかもしれないと聞いたルーデウスは、治療方法を聞くため七星と共に交流王ペルギウスの空中要塞へ赴くことを決めました。しかし結局ペルギウスはゼニスの治療方法は知りませんでした。ただしゼニスの記憶喪失は迷宮の呪いの可能性があると判明します。しかも実はエリナ・リーゼが似たような経験をしており、200年前に迷宮から救い出されたことを知らされます。これはエリナ・リーゼ自身も自覚はしていたのですが、ルーデウスがパウロを失った直後でもあったため、話す機会を失っていたのだと明かされます。エリナ・リーゼから壮絶な過去を聞いたものの、ゼニスの治療に直結するものは判明しませんでした。この時ペルギウスの要塞で七星がドライン病になり、血を吐いて倒れてしまいます。ドライン病は7000年前流行った魔力のない人間にのみ起こる病気。七星のように魔力のない人は外から入ってくる魔力を中和する力が弱く、体内に溜め込んでしまうので完全な治療は不可能と言われていました。自分の病気が治らないと知って絶望する七星は、ルーデウスに泣きながら死にたくないと本音を暴露。これを解決するためルーデウスは7000年前を知る可能性のあるキシリカに会いに行くことに。魔大陸で彼女と再会し、ドライン病の治療方法を聞き出すことに成功します。そしてドライン病の治療薬であるソーカス草を手に入れるため、フシマ王アトーフェラ・トーフェ・ライバックと戦うことに。彼女は初代北辰カールマンの妻で、不死身の魔王バーディーガーディの姉、武闘派の魔王かつ好戦的な性格で強者との戦いを楽しんでいますが、作中屈指のおバカで話が通じません。リューデウスはなんとかアトークとの凄まじい戦いを切り抜けます。そしてペルギウスに救われながらソーカス層の入手に成功しました。その後ソーカス層で7星を治療し、リューデウスは自宅に戻りました。そして同じく交流歴425年、自宅で過ごすある日、リューデウスは老人化した未来の自分に出会います。そこで自分が人神から騙されていることを聞かされることに、未来から来たリューデウス、通称ローデウスからこれから自分に何が起こるかを教えられ、言われるがままに魔石病にかかったネズミを処分します。魔石病は体を徐々に魔石へと変える病気で、菌に感染して2週間程度で発症。鍼灸の解毒魔術でしか治せません。子宮の中にいる胎児のみが感染し、感染した胎児から母体も次第に魔石へと変わり、最後には母体も死んでしまうという恐ろしい病でした。この時実はロキシーが妊娠していたため、未来の自分の助言がなければルーデウスはロキシーを失い、そこから破滅の人生を歩むことになっていたのです。ローデウスの歩んだ人生については最後に解説していきますので、最後までご視聴ください。その後ルーデウスは人神と再び夢で出会います。未来の自分の日記から、人神がルーデウスを陥れようとしていたことを知っている事実はバレていましたが、未来の自分の助言通り人神には従うことを伝えます。すると人神は「オルステッドを殺してよ」とニヤーと笑います。こうしてルーデウスはオルステッドと再び戦うこととなりました。再戦に向けてマジックアーマーも制作し、万全の状態で臨みましたが、それでも叶いません。また殺されそうなところを修行から戻ってきたエリスが救出。しかしエリスを加えてもルーデウスは敗北し、結局オルステッドの軍門に下ることになりました。またその戦闘後、ルーデウスは自分を救ってくれたエリスに惚れ直し、3人目の妻に迎え入れようとします。しかし彼女からは交換条件付きの勝負を挑まれることに。その条件とは、エリスが勝てた場合妻として受け入れてもらうというエリスらしい謎のルールでした。最終的にルーデウスの告白で勝負は彼の負けという結果に終わり、エリスからもふてくされながらも告白を受け入れられたことで結婚へとこぎつけました。ここでルーデウスはシルフィ、ロキシ、エリスというタイプの違う3人もの奥さんを持つ一夫多妻となっており、これを羨ましいと思う男性陣も多かったでしょう。エリスと結婚後もルーデウスには様々な出来事が続きます。大森林から召喚した聖獣にレオと名付けて飼い始めたり、オルステッドからの命令でアリエル王女の護衛を始めたりと、愛する家族を守る修行も開始します。ちなみにこの護衛の時、一緒に護衛をする冒険者にいたサラと再会。しかし再会したサラとは男女の関係になるようなことはなく、過去の誤解について和解します。交流歴426年から427年、19歳になってからもオルステッドの配下として味方を増やす布石作りをする傍ら、人神の使徒と戦うなど休まる間もない日々が継続。ルーデウス自身はさらに魔術の腕を上げ、火、風、治療、解毒魔術を請求まで習得します。またこの時にロキシーやエリスとの子供も授かり、それぞれララ、アルスと名付けられました。とはいえおめでたなどの嬉しいことばかりではありません。人神の影響を受けたビスタ王国がシーローン王国に侵攻。ルーデウスも参加することになり、この時オルステッドからシーローン王となっていたパックスを殺さぬようにと指示されていましたが、最終的にパックスが自殺し失敗。このため魔人ラプラスの復活先が不明となったことで、80年後の未来を見据えた戦力を集めるための活動も始めることになりました。この間にルーデウスも20歳に、現実社会では一昔前まで成人となる年齢ですが、多忙すぎなルーデウスにとっては成人おめでとうなどと騒ぐ余裕もなかったことでしょう。転生後から波乱続きながらも一夫多妻という幸せを手にしたルーデウスですが、幸せな日々ばかり続かず、ここからがさらに大変な人生の始まりとなります。交流歴429年、魔法大学を在学中にシルフィ、ロキシ、エリスと3人もの妻や子宝に恵まれたルーデウスですが、22歳の時点でザノバやクリフより遅れる形でラノア魔法大学を卒業。家庭も学校生活も充実していましたが、この頃から再び大事件に巻き込まれてしまいます。ミリス新帝国のラトレイヤ家から呼び出しを受け、ゼニスと共に出発。そこで待ち受けていたのはゼニスの母親クレア夫人でした。クレアとルーデウスはゼニスの治療法をめぐって言い争いに発展します。クレアが見つけた治療法とは、200年前にエルフの女性が多数の男性と交わることで回復したというものでした。この治療法の騒動はいろいろこじれて、母ゼニスが誘拐される騒ぎになってしまいます。クレアが発見した治療法は実の娘で試すにはあまりにおぞましく、一人の相手を愛すべしという教義にも反するものでした。敬虔なミリス教徒のクレアは悩んだ末にこれを試すことを決意。しかしルーデウスたち孫にまで風評被害が飛ぶことを嫌ったクレアは、完全にクレア自身の責任にするべく実の娘であるゼニスを誘拐するという手段を取ったのでした。しかし運悪くこの時期にはミリス国内で巫女誘拐事件が勃発中で、ルーデウスは巫女誘拐の嫌疑をかけられてしまったのです。その結果神殿騎士団と戦わされる羽目となりますが、巫女の協力のおかげでなんとか和解できることに。この際にクレアとのいさかいもうまく収まります。この時クレアの方から自分の行いに対する罰を受けると申し出がありますが、リューデウスは特に懲罰を課すこともなく許します。自分にとっては祖母にあたる女性とはいえ、散々ひどい目に遭わされてきた人を許せる寛大さに敬服するばかりです。さらにこの時ミコの能力によってゼニスには人の思考を読む能力があることが判明。また再会したギースから自身が人神の使徒である衝撃の事実が打ち明けられます。さらにアイシャが顧問となっているルード傭兵団にミリス支部を開設。またルーデウスはバーディーガーディの姉であるアトーフェと戦闘し、この戦いに勝利したことで彼女を配下に置きました。これらの波乱が続く中、シルフィーとの間に第2子ジークハルトが生まれます。ジークハルトは数十年後、死神の称号と7大列強5位の座を受け継ぐほどに成長します。加えてルーデウスはキシリカと再び出会い、千里眼を授けられます。この頃ドライン病から目覚めた七星が念願の異世界転移魔法装置を完成。しかし帰還は失敗に終わります。失敗の理由が未来の篠原明人による可能性に思い至った七星はルーデウスに未来への希望を託し、再び眠りに入りました。ちなみに魔法陣に関する研究は探求心旺盛なペルギウスが引き継ぐことになりました。交流歴430年、23歳になったルーデウスはスペルド族の絶滅を目論むギースを止めるため、仲間たちと共にビヘイリル王国へ向かいます。ルイジェルドとも再会し、一緒にスペルド族討伐隊と戦うことに。この戦闘の中でルーデウスは7大列強の7位に君臨する北進アレクサンダーとも戦います。彼は王竜剣火弱刀を駆使しており、凄まじい力を発揮。ルーデウスはなんとか勝利します。ちなみにアレクサンダーに勝利したことで、彼に代わる7大列強の7位という座に君臨することになりました。さらにこの戦いの中でギースと等身外を身につけたバーディーガーディと対決することに。なんと彼も人神の使徒でした。ラスボス的強さのバーディの前にルーデウスたちは全滅直前の危機に陥ります。シルフィーやギレーヌが駆けつけ、さらにロキシーのおかげで間に合ったマジックアーマーゼロ式とオルステッドから渡された王竜剣火弱刀でなんとか勝利します。ギースが残した最後の策も打ち破り、ビヘイリル王国での戦いは終結。この戦いが終結してからは人神からの妨害も受けなくなりました。ちなみにルーデウスが北進アレクサンダーに人神対策を依頼しに来た際、再びサラと出会っています。この時サラはまだ冒険者でしたが、会うたびに成長するルーデウスを見て、自分も冒険者を引退していい男と結婚すると決意します。交流歴431年、24歳になるとルーデウスはサイレントセブンスターを名乗り活動するようになります。そしてこの名義で魔力回復薬の開発と販売を開始。なおこの名義は七星が魔法大学内で使っていた偽名です。七星自身がドライン病にかかり時間を止めて眠りについた際、実はルーデウスは彼女から篠原明人が自分を探せる手がかりを残してほしいと頼まれていました。この頼みを受けたルーデウスが七星の偽名を名乗って活動を始めたわけです。ちなみに篠原明人とは前世でルーデウスに助けられた高校生の一人です。トラック事故からかばわれたことで七星本名の七星静香と共に命拾いをしています。このような活動を進める中でルーデウスはさらに子宝を得ます。ロキシーとの第2子のリリに続き、エリスとの第2子のクリスティーナも生まれます。交流歴441年、ルーデウスは34歳となります。30代になってからも偽名で活動を続けていますが、本編の物語はここから最終章に入ります。この年齢時、ララに不意をつかれたことで人神が封印される未来とルーデウス自身が天命を全うする未来を見せられました。くしくもこの34歳とはルーデウスが転生前にニートとして悲惨な人生を終えた年齢です。交流歴442年、35歳になりセブンスターの名義で審判魔術教本を出版します。交流歴459年、52歳となり赤子として転生したルーデウスももう壮年期を迎えています。さすがにこのくらいの年齢になれば青年期までに比べるとかなり落ち着いた生活に変わります。しかしそのような落ち着いた生活の中で、今度は自分の身内との死別という悲しい局面に何度も向き合うこととなります。まずルーデウスたちに支えられながら一緒に暮らしてきたゼニスが天命を全うするように69歳で死亡。死亡時まで廃人状態が完治しないゼニスですが、彼女には人の思考を読める能力があり、電話ができるララに通訳してもらう形でルーデウスも間接的にゼニスと会話ができていました。ゼニスの記憶の中には妄想も含まれていますが、それでもルーデウスが立派に育ったことを理解してくれていました。円満にという言い方は当てはまらないかもしれませんが、それでもパウロの時とは違い、自分の成長をしっかりと見てもらえただけでもルーデウスにとっては幸せだったのではないでしょうか。アニメでこの場面を見られるのはまだまだ先のこととなりますが、パウロやゼニスとの死別シーンも一期の時と同じように丁寧に描いてほしいものです。ちなみにゼニスはルーデウスだけでなくノルンやアイシャが成人したことも認知していました。交流歴470年、ルーデウスが63歳になった時に小説家となったノルンが「大魔術師ルーデウスの冒険」という本を出版。交流歴475年頃、ルーデウスが68歳を迎える頃、ゼニスに続いてエリスとの死別も迎えます。エリスは70歳過ぎでベッド上で息を引き取っていました。エリスは老いてもいつものようにトレーニングを欠かさずに行い、ベッドに倒れ込むとそのまま息を引き取ります。死因は老衰です。エリスが亡くなった時はルーデウスが第一発見者だろうと推察されます。後に彼がこの時治癒魔術をもっと早くかけてやれればと悔やんでいる場面があります。母親に続いて愛する妻との死別もまた辛いものですが、それでもせめて夫である自分が最初に発見した上で看取ることができたことが救いだったのではないでしょうか。交流歴481年、ルーデウスもとうとう老年期を迎えます。転生後から過ごした充実した人生が終わりに近づきます。74歳を迎えた時、ルーデウスも老衰によって多くの親族や知り合いに囲まれる形で息を引き取り、転生後の人生に幕を閉じました。彼の葬儀には種族の壁を越えて5000人もの参列者が集まりました。ルーデウスの人望が厚かったことが推察されます。交流歴485年、ルーデウスが亡くなって4年後、ジェド・ブルーウルフの手によりアスラ王国人物録にルーデウスの項目が追加されます。ルーデウス・グレイラットという名前は転移装置の隅や魔術教本、街道にある橋の隅など様々なところで目に入る文字になっていました。しかし何をした人物かと言われると首をかしげる人が多いのだそうです。認識は人それぞれで、最強の魔術師という人もいれば学問の神と答える人もいるとか。ルーデウスの人生を見てきた皆さんならすでにお気づきかもしれませんが、彼の功績はほとんど誰かと成し得たものということが理由として挙げられます。魔術なら7星、教育ならロキシ、芸術ならザノバなど、それぞれルーデウスよりも先に名前が挙がります。これによりルーデウスとは強者へのごますりがうまい人、人物名ではなく称号など様々な主張がされているとか。知っている身からすると面白い話ですよね。しかしアスラ王国人物録に彼の功績が記録され、人々の記憶に残っていくこととなりました。オタクでニートだった前世と比べると真逆の人生を歩んできたルーデウス、彼は確かにこの世界を本気で生きてきたと言えますね。今回はルーデウスの人生について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。